いつもさテロップ書くときさ、うん、めっちゃ画面変なとこ向いてるねんけど。イエイ、しゃべくりアワー終わりました。ありがとうございました。なんかほらめっちゃ綺麗になる。ありがとうございました。しゃべくりアワー終わりました。早いって。確かに終わって速攻始めたの。ももちゃんがいます、隣に。セッティング中で。セッティングのうち。セッティングできないのうち。セッティングできないのうちです。ゆうかさんが最近ケイトも好きだって言ってた。やったー、嬉しいですね。嬉しい、イエーイ。トランプタワー初めてなったんですよ。初めてやりました。めっちゃすごい、バランス感覚がすごかったです。しゃべくりは見れなかった。イエーイ。まあまたいつか見てください。また出れれば。明日公園見に行きます。お、待ってます。楽しかった、しゃべくりアワー。トランプタワー才能あるって、イエーイ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 。お、嬉しい。最近本当にずっとももちゃんといますね。だいたいあの何やっけ、イベントっていうかさ、そういうの出てるのは3日連続やけど、それまで一緒に練習とかずっとしてたから、もう絶対10月からずっと一緒にいます、ね、そうなんです。髪伸びた、そう伸びました、長くなりました。連続のまつぎ公演お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。白飛びしてる黒の服やから。あ、そういうことなんですね。あ、でもこっちではそうでもないです。あ、あ、白飛びしてきた。可愛いです、今日も可愛いケイトさんです。あらかわいい、あらかわいい、どうも。ここに置けへんのかな。おお、事故れたからやった。事故事故事故。かぶりまくりや。すごい。やばい、リボンかぶってる。あらかわいい。この厳しいね。いや、不安定すぎる。なんか音量下落ちた。無限大ノック歌詞いいね。あ、そう、 B2 はね、無限大ノックというチーム曲でした。もう普通に手で持ったらいいのか、こうやって。そうね、もうちょっと諦める。ちょっと報告あります。髪色違うね、やって染めてないですよ。ちゃんと地毛ですよ、これ。無限大ノック聴いて、お、いい曲です。そう、かわいい。ケイトはずっとももちゃんが入った頃からクマみたいと言い続けて、ね、でもね、共感してくれるのが一人しかいないんですよ。メイクさん、そう、メイクさんだけ。誰か共感してください。クマちゃんみたい。クマちゃんって言われてます、くまちゃん。
熊のうち。熊のうち。イエーイ。ねえ、お久しぶりで、ごめんなさいね。お久しぶりです、皆さん。共感？そう、共感してほしい。ゴーゴーチーム A。全然どちらのチームではない、ね、どっちのチームではない。もうでもあのチーム N じゃないよ、ガッツキがあるか、うん、もうあれですね、変わりました ね、新曲なの。なんだっけ新曲、愛せないんだ、ごめんね、ごめん。あ、メイキング見たよって。メイキングってさ、なんかさ、自分らもさ見るまで どこが使われてるのか分からへんやんか、ね、そうだから楽しみ、見るのすごい楽しみやった。今日発売ですよね、なんか今日発売です、なんか発売より前にもう踊り込みすぎて、確かに、ね、なんか発売感が結構なんか前のことのように感じるような、発表がちょっと前やったから。確かに。撮影中2人はどんな感じだった？え、どんな感じやったんやろ、え、どんな感じやったんやろうな、ずっと緊張してました。え、思ってた、おーちゃん緊張してるって、めっちゃ緊張してた、ずっと思ってました。え、緊張するよな、ほんまにするする。けどめっちゃする。なんかキラさんもあれじゃないですか、同期がいない中、ああそっか、もちゃんも一緒なんですよ、ね、めっちゃ不安でそれが。でも可愛いですね。固まってる。チーム曲は振り付けある、MV がないのね。そうなの。やりたかったです ね、 ね、 MV 欲しかった、やりたかったけどあれでしたもんね、うん、全力グローイングアップ、ナンバー鉄砲隊もあるから、うんうん、写真ケイトでした、イエーイ。イエーイ、 MV 欲しいねやって。正面から、正面、昨日歌われへんかったけど、もう今日は歌ってもいいもんな。そう、そうや、サビどうなったっけ、ちょっと聞かないと。ももかちゃんと手比べしてやって。どういうこと？全然反対。え？あれ、してちっちゃいですよ、めっちゃすごい、ちょっとあんま分かりにくいな。分かりにくい、書いてあったら全然手の大きさ変わんないですね。で、手相やってみたい。あ、分かる、手相占いしてみたい。でも私、うん、寿命の線あるじゃないですか、これ生命線っていう。あ、それそれ、生命線がどんどんなんか、うん、昔めっちゃ長かったんですけど、うん、縮まっていってます。え、そういうことなの？え、怖。なんか寿命縮んでるのかな。そんなことあるんや。わかんない。けど、でも元から短い。いや、もう短い。そう、めっちゃ短い。めっちゃ長かったけど。使った分ってこと。怖い怖い怖い。え、ケイトさんの方が全然身長高いですよね。え、そう。ケトは156やと前測った。ああ、うん、全然負けてる。伸びましたね。ケトも。やだやだ。やだやだ。びっくり。だって入った頃143やった。かわいい。そう。そうなんや。イエーイ。笑っちゃう。このあのウーカさんのハワー君、結構このアイコン、アイコン。かわいい。アイコンじゃない、なアイコンですか、これは。うん、使ってる方、かわいい、かわいいですよね、これ。かわいい。かわいい。私伸びてないね。
ケイト、そう、一番伸びてたんですよ、 NMB の中で。すごい、イエイ。やば、もっと伸びそう。伸びそう、うん、もうの伸びなさそう、うん、お腹すきました。そう、赤リップ塗ってる、よく分かったね。おお、いや、すごい、さすが見ただけで分かる。すごい、新色もかわいい。新色はないんやけど、あさとオレンジ、いいですね、かわいい。めっちゃかわいい色、プルプルになるんだ、プルプル、あれ一本で。プルプル、プルプル、色もかわいいし、よく気づきましたね。すごい、すごいな。あ、けどコメント止まってると思ったらさ、こうやるの忘れてるだけって。身長くださいよってケットが言いたいわ。もっと欲しいですか？欲しい。そうなんや。大きくならないで。レナタン大きいよな。うん、レナ大きい。意外とね、ロッキーの中でも高い方なんですよ。2、3番目に高い。カレンタンが一番やんな。そう。で、カレンタンの途中で一番高い。一番。その次は？リナチーカスーちゃんかレナタンって感じで。レナタンはすごいな。エロ規制がちっちゃいとかじゃなくて、ロッキー性ちっちゃいですよ。でもみんなちっちゃいの。え、確かに、156が多い。確かに。カラコンつけてないです。クリアのコンタクトつけて。イエーイ。ケイトの理想の身長はせめて160センチ欲しいって感じ。やだ、大きくならないです。なりたい、大きくなりたい。160センチ欲しい。でも私も160センチ欲しかった。いける。もう無理、もう無理や。もう伸びしろない。いける。辛い。地味に伸びてるから。そう、多分10年ぐらい経ったら伸びるから。私よく寝るのに全然伸びへんねんけど。あの、寝る時間が、よく寝るだけだって寝る時間は長くないのか。寝る時間関係あるんかな、やっぱり。なんか寝る、あの、そう、ゴールデンタイムとか寝ないと。ああ。そう。何やったっけ？ 10 時から2時。ああ、それや。それにちゃんと寝てないから多分ダメだ。それは牛乳も大好きなの。飲んで、大好きなの。めっちゃ好きなの。ケツ大嫌いやねんけど。関係ないってことは大嫌いっていうか、なんか、うん、牛乳よりお茶の方がいいかも。あ、牛乳はなんか好んで飲むことは少ない。好んで飲んでる。めっちゃすごい、偉いですね。あんまり関係ないねんって、そのゴールデンタイムって書いてる。あ、そうなんや。お肌とかなんや。お肌、あ、お肌は関係あるってことか。うん、お肌関係あるんや。美容にはいいよって来た。うん、もう、まあまあ、私成長痛感じたことないですよ。ありますか？ない。成長痛、うん、ないよね。その成、あの成長期も分からへん、いつ伸びたか分からへん。スタバの新作飲んだ。美味しかった。美味しかった。甘いもの好きな人はめっちゃ好き。あのめっちゃ甘い。ザクザクのあれやんな、ショートケーキやっけ。そう、甘いんや。めっちゃ甘い。誰かも甘いって言ってた。めっちゃ美味しい。今日飲んだ。今日も飲んだし、ホット飲みました今日は。あ、そうなんや。前フラペチーノ飲みました。飲みたい。はい。ココアって飲める。ココアは飲める。ココアは飲めるけど、あんま飲まへんかも。確かに。ハロウィンのやつ飲もうと思ったけど一口飲んで終わっちゃった。お芋？いや、ハロウィンの。ああ、ね、お芋は飲んだ。もう飲んだ。美味しかったよな。美味しかった。なんか、そうやん。そう、あ、一緒に
その時じゃないんか。ピザ違いでしたか。その時ではないんか。飲んだでもなんかスイートポテトみたいな味した。うんうんうん。スイートポテト？うん。こたつでアイス食べると美味しいね。美味しいですね。イエーイ。明日はチームビーツ公演、2番目のドア公演です。コンタクトしてるんだねやって。してないですよ。目いい、よくはないかな。え、良さそうよ。分からへん。キラーン。でも乾燥はめっちゃする。するくない目って感じ。え、でもコンタクト入れてない時は全然しなかった。あ、そう。感じたことなかった乾燥っていうのは。めっちゃする。そうなんよ、うん、コンタクト入れるようになってからめっちゃ乾燥。おー、うん、そうなった。え、怖くない？あの目にさ。あ、全然慣れました。みんなさ、よくコンタクトつけてる人とかできるなと思う。なんか怖い。あ、絶対さ、やる前にさ、うん、とあの目閉じちゃう。いやー、触れるんや、すごい、うん、コンタクトは怖い、うん、怖い。そう、劇場公演デビューするとき初日の時にコンタクトつけたんですよ私。え、後ろの席見えるように。ああ、後ろの人のなんか顔が見えへんのかなって思って、だからその時にコンタクトデビューした。おお、1年前。裸眼でいこう。でもなんか裸眼やったらもうちょっと目よくあったんかなって思う今。ああ、目悪くなった。コンタクトしたら悪くなるっていう、めっちゃ目悪くなった。伊達メガネはよくします。かわいい。最近気になってる。お、嬉しい嬉しい。もちろん客先見えた方がいいじゃん。メガネ似合いそうだね。イエイ。たまに握手会とかで叩けてじゃん。前髪流し開けてるの。あ、いい感じですか。ジッパー、ジッパーすごいね。反響がなくて嬉しい。お隣は誰な。ももちゃんです。はい、なんでです。さっきしゃべくりアワー一緒にして終わったところです。ちょっともう10分前ぐらいに終わりました。キュートでジッパー着たいやって。やらせてもらえればね。はい、なおちももかちゃん。あ、そう、フルネームはそう。ももちゃんって言ってるから。はい、なおちももかちゃんです。髪型とか公園で描いたりするかも。雰囲気描いたりとか。あ、でもジッパーもあの髪の毛合わせました、ジッパーに。お隣は俺のケイトちゃん。おもちゃん。俺のケイトちゃん。イエーイ。かわいい。はーい。チキン。それね、ケイトさんの美人化が激しい。本当に。いやいやいや、美人。何これ、地球儀みたいなのついてる。地球儀。面白い。絶対さ、これのさ、スタンドの意味ないよな。確かに。ここに置かないと意味ない。そう、スタンドで配信してるんですけど、あんま意味ない。顔白いって、確かにケイト見た後に見たら白い。うん。ケイトほら暗いから。え、白い。
え、黒いでいけと。ほら全然変わらない。面白い。二人とも白いって優しいわ。15分で。もう立ってそうやけどな、言うて。立つのかな。なんか。おもちゃんのルームが白いって。そう、黒の服着てるからさ。ほら。ちょっと色が違う。事故事故事故った。いつも通り事故った。事故りやな。毎配信1回は事故ってる。わかる、ね、ケイティホワイト。あ、もう15分経ってて。ホワイティだよ。15分経ってるでやって。じゃあそろそろおさらばですね。どこの服？これはココナさんのあと1時間プロデュースというかデザインされた服です。イエーイ。2人でユニットやってやって。え、やりたい。やりが合うかな。2人やったらオオカミとプライド。うわー、やりたいです。お願いします。お願いします。お願いします。イエーイ。じゃあ今日はランキング読んで終わります。寂しい。やだ。またね、配信します。ちょっとまた暇ができたらやりますね。全然できなかったんで、ごめんね。そう、もうね、今ひどい安心してるから。ピーク懐かしい。えっ、うわー、待って。そう、ピーク仲間。しかもあれやな、第2章の初日センターやってんな。そう、そう、2人でセンターしてました。懐かしい。やりたい。ピークのダブ戦、元祖ダブ戦やね。もう今は見れない。懐かしい。やりたい、やりたい。やりたい。懐かしい、懐かしい。その時なんか仲良くなりたいと思ったけど、うん、走りすぎてなんか全然なんか今はこうやって仲良くなってます。嬉しい。イエーイ。懐かしいな。しい。そうや、ピークや、ね、そうや、ピークやったね。ピークやったわ。うわー、やってた。エモい。じゃあそんな感じで今日は終わります。終わります。やりたいね、またね。じゃあ13位から。13位、サトルラブさん、ありがとうございます。12位、キノピーさん、ありがとうございます。11位、カギオさん、ありがとうございます。10位、ヤシチさん、ありがとうございます。11位、今日しゃべくりアワードも5位やった。ありがとう。9位、キムコバさん、ありがとうございます。8位、おいちゃんさん、ありがとうございます。7位、ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。7、青を変わっちゃった。8位、ジュンジュン。13位、キノピータン、ありがとうございます。12位、ジェッチさん、ありがとうございます。11位、キムコバさん、ありがとうございます。10位、カギオさん、ありがとうございます。10位、9位、チャウチャウさん、ありがとうございます。8位、おいちゃんさん、ありがとうございます。8位、7位、なんちゃんさん、ありがとうございます。6位、ガジェのつりさん、ありがとうございます。5位、コロクさん。5位、リーさん、ありがとうございます。4位、チチチ。4位、タロタさん、ありがとうございます。3位、大輝さん。3位、リュウさん、ありがとうございます。2位、ライフさん、ありがとうございます。そして今日の1位が、ステイ1位がドゥルルルルルデン、アオハルさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。また配信します。で、バイバイ。